い、2021年8月14日土曜日、ハシボソガラスのラビちゃんと、わじゅー、わーちゃん、ご飯こっちにあるんだけど、空腹をリハビリに活用しようということで今、うん、めっちゃ空腹でごはーんって泣いてるハシボソガラスのわじゅー、あそこまで歩いていった。連れてくるか。くーちゃんちら。くーちゃん。はい、ハシボソガラスのくーちゃんも。ちらって覗いてる。手を組むんだね。うん。はい、わじゅー連れてきて一緒にご飯にしましょう。はい。うん、はい。というわけで、わーちゃん連れてきました。うん。そうですね、カラスっていうのは、まあね、ヒナはみんな足がしっかり立たないんですね。生まれてる、まあ、ニワトリの赤ちゃんのヒトとかが卵からかえってしばらくすると立ち上がりますけど、ヒナもカラスも、うん、生まれてすぐは立たないのね。うん、日化して少しずつ、うん、足を使うようになってきます。でその段階でご飯ご飯ってね、おにご飯でね、ここで本当は立ち上がるんですよね。ここにね、せんちゃんてんちゃん、うずらもみんなね、足が不自由でしたけども、ご飯の時はね、もう必死にご飯って立ち上がってましたから、そこでね、だんだんと足の使い方、あと足の筋力ついてくんですね。うん。でね、ワジュは、来た来た。すごい空腹だから。だから、うん、立ち上がってご飯やらないとダメなのよ。で、私が、わじゅは、ご飯がね、非常に足りてるので、こういう性格っていうのかな、必死に立ち上がろうとしないとか。もう一つね、通常ね、兄弟の中で一度ね、口に入れたものをポロッとこぼしたりしたら絶対兄弟に取られちゃうので、もうね、口にしたらもう必死で飲み込む。もうそうしないと取られちゃうから、巣の中ではね、そんな感じで兄弟の中でももう生きるためにみんなが必死だけど、わーちゃんは、まあ、今まで何回か登場したと思うんですけど、口に入れてあげたら一度出してからまた食べるっていう感じ。通常ね、あんなことしてたら他の兄弟に食べられちゃいますから、いつまでたっても自分はご飯食べれないっていう状況になります。だから食に関して非常になんか欲が薄いなので、おばあちゃんは3人兄弟、3羽の末っ子だったっていうこともあって、うんうん、両親は3羽育てるのに十分餌が取れてたんでしょうね。なので強い上のね、2羽、うん、がお腹いっぱいな状態 で最後にワジュのご飯が回ってくる。で、他の兄弟はもうお腹がいっぱいだから、わじゅがちまちま食べてても、それを横取りすることはない。うん。だったのではないかというふうに、うん。そこまでね、わーちゃん引き取ったときに、わかんないからね、これも経験ですね。こういうケースもあるということで、もう餌が足り、野生の子は餌が足りてないっていうのを前提で考えてましたけども、十分足りてるっていうこともあるんですね。
だからほら立つんだよわーちゃん。ご飯ほらほら、すごいお腹がついてるのに、しかもこの足使えないわけじゃない。ちゃんとね力も入るし立つこともできるのに、こうやってね口開けてれば親がご飯を入れてくれてた。もしくはもう兄弟たちが十分ご飯足りて、でその子たちが食べ残したやつもそれで十分生きてこれた。なんだけども、なんとかして食べないとっていう、割とさほらあらびっちラビはね2人兄弟だったみたいで、ニワトもラビとその兄弟も2人揃ってね障害があったから、ラビが保護された年は日照時間が非常に短くて雨も多かったので、両親は餌を取るのに本当苦労してたんだと思います。だからニワトも障害があった。もしかしたらね他にも兄弟いたかもしれないよね。なんとか生きながらえたのがもしかしたらにはラビと兄弟だったかもしれないしね、まあ最初からにはだったかもしれないけど、そこは分かんないですけど、まあにはとも障害があったということで、昨年はねずっと春から雨ばっかりだったからね、保護される子も多かったです。でもラビちゃんもね必死にご飯ってお口あげてたもんね。あの不自由な足でも必死に立ち上がってご飯もらおうとしてました。でわーちゃんは、わーちゃんほらご飯ここにあるよ。まあいろいろ考えて、なんでわーちゃんがこうなんだろうって、ここまでして歩けないわけじゃないのに、そこまでの障害ではないのに、ここまで徹底して立とうとしない、足を使おうとしないね。指にちゃんと動いてるのわかりますか。でマッサージの効果がありまして、指がねだいぶ柔らかくなったので、ちゃんとねにぎにぎもできるようになってます。こわばったまま固まってたような状態でしたけども、マッサージしてたんでね、もう普通に、ほらだから使えないわけじゃないだよ。和獣ほら指ちょっとむずむずバランス取るのにね動いてるの分かると思うんですけど、全部前に来ちゃってるね。まあ、頑固ですね。もう、朝ごはん食べてないからかなりお腹空いてるはずなのに、それでも、でもくーちゃんもそういうところがあるからな。くーちゃんご飯とかおやつとか言ってもすぐ飛んでくる時もあるし、わざとね余ったれてね持ってきてくれるまで根比べをするみたいなところもあるんですよ。カラスってねそういうところがね知恵がありますからね。もうわーちゃんはほらご飯おいしょおいしょほらほらおいでおいで、
こうやってやってれば親がご飯いっぱい入れてくれてたんですよね。まあ、くる病ということで、まあ、栄養が足りてなくて通常は障害が出るので、うん、ばあちゃんね、栄養をいっぱいつければ自然と歩けるようになるかなと思ったのに、まさかの本人が歩こうとしないというね、こういうことになるとはね、さすがなんかやっぱカラスですね、知恵がある分。うん、こういうパターンもあるんだなっていうことで勉強になりましたね。うん、こうやって取られちゃうの、わーちゃんもたもたしてると、でね、自分の番回ってこないんだよ、必死で食べないと。うん、置くのやめましたね。学習したのは下に置いたらね、取られちゃうんだよ、ばあちゃん。もう必死で食べないと。うん。用具があるよ。うん、ちょっと歩く。うん、歩くようになった。ちょっとガッて出てきたね。よかった。ああ。